カロリーヌの育ったラメス女王マリー・ルイーズ・シャルロット・ガブリエル・ジベールは、モナコ公フロレスタンの妻。シャンパーニュ地方の富裕なブルジョワ家庭に生まれ育った。母、フランソワーズ・アンリエット・ルグラド・ボーベルセは、最初の夫ルイ・オーギュスタン・ムニエド・モーロワと死別後、カロリーヌの父で弁護士のシャルル・トマ・ジベールと再婚したが、彼女が幼い頃にジベールと離婚した。1798年、母は高級軍人のアントワーヌ・ルイエと3度目の結婚をした。ルイエは政府軍の参謀本部付き准将を務めて、バンデ戦争などに従軍した後、サンシール陸軍士官学校の校長をしていた人物である。1803年、ルイエ夫妻はアルデンヌ県の小村、ラメスに立つ、領主間ラメス城を購入し、以後はルイエ・ド・ラメスと貴族風の姓を名乗った。これに従い、継父と養子縁組していたカロリーヌもカロリーヌ・ジベール・ド・ラメスと称した。1814年、イフ系のルイ・オーギュスタン・ムニエド・モーロワがモナコ公、オノレ4世の元妻マザラン公爵夫人の私生児、アメリー・ドーモンと結婚した。親戚付き合いを通じて、カロリーヌは義士のイフ系であるモナコ公子フロレスタンと親しくなった。1816年11月27日、二人はコメルシーで結婚した。モナコ公家、特に義父オノレ4世がこの結婚に反対だったため、婚礼は少人数で簡素に行われた。夫妻は一男一女を設けた。カロリーヌには離罪の才があり、姑マザラン公爵夫人が夫に残した財産を巧みに運用して資産を増やした。1841年義兄オノレ5世が独身のまま亡くなると、夫フロレスタンがモナコ公となった。兄に冷遇されていたフロレスタンは君主となる準備ができておらず、君主としての資質にも問題があると思われていた。彼の治世中、モナコの実際の政治権力は、優れた知性と社交能力を備えた公妃カロリーヌが握った。修士官、ギュスターブ聖樹によれば、カロリーヌは、前任者、オノレ5世が孤独に格闘していたモナコをめぐる諸課題について、すぐさま理解した。ウィーン会議の決定で、モナコの宗主国がフランスからピエモンテ・サルデーニャに変わったことに起因する経済的混乱について、カロリーヌは大胆な税制改革を行って、これをうまく切り抜けた。しかし、公妃の国政関与は、フロレスタンの評判を傷つけた。公正子シャルルが、事実上の摂政の座に収まっている母親を非難すると、カロリーヌは、私は家族の幸せのために責任を果たしたいだけですと、切り返した。公爵夫妻は反モナコ感情の高まっていた。マントン及びロクブリュヌ=カップ=マルタンの民進を引き止める必要性を感じており、彼らの求める民主的改革についても前向きに検討した。しかし2都市はモナコ公を支持せず、モナコの宗主だったサルデーニャをカルロ・アルベルトに期待をかけた。この件に関して公爵夫妻の政治的失敗が明白になると、公正子シャルルが両親から実権を奪い取った。1848年フランス革命が起きると、これに触発されたマントンとロクブリュヌは、モナコ公に反旗を翻し、独立を宣言した。サルデーニャ軍がモナコを占領し、フロレスタンは、廃位、逮捕、投獄された。フランスの圧力のおかげで、翌1849年には復位するが、マントンとロクブリュヌは、もはや戻ってこなかった。カロリーヌは、革命の痛手を乗り越え、モナコに経済的安定をもたらすべく、義理の娘、アントワネットの持参金を利用してカジノ・ド・モンテカルロを開いた。このカジノから上がる収益によって、モナコ公家の財政は健全化し、現在に至るまでカジノの収益が、モナコの主な収入源となっている。カロリーヌは86歳で亡くなり、無限罪の聖母大聖堂に葬られた。ありがとうございます。